はい、転売王堀秀夫です。今日は EMS の伝票の書き方です。ね、このね、フロムとか、トゥーのところはね、まあ、別にそのまま書くだけなんですけど、割と皆さん迷うのがこの部分だと思います。内容物に詳細とかですね。で、ここは今回はこの映画のおまけでついてたベアブリックを4つ送るんですけど、この場合トイズ4でね、もともとタダで配ってるもんなんで、まあタダでもいいんでしょうけど、タダっていうのはね、ちょっと書けないんで、1個1ドルってことで4ドル、日本円で400円って書いてます。で、ギフト、贈り物ですね。で、この書き方なんですけど、実は国によって注意の仕方が違います。アメリカとかアジアでね、消費税が高くない国、これは、この辺適当です。かなり適当です。で、郵便局持ってっても、真面目に商用とか商品って書いとくと、商品だとインボイスが必要ですって言われるんですね。で、インボイスがなくても、この HS コードとかこれ全部埋めてくださいって言われるんですよ。で、わかりませんって言うと、まあ、贈り物ならそれいらないんですけどねって、案に贈り物書けみたいに言われます。で、それで送って、全然問題ないです。ですんで、アメリカとかアジアはもうこの書き方で、仕入れ値段、日本で原価いくらかなっていうので書いて送っちゃってください。で、一方、状況が全然違うのはね、ヨーロッパと北欧。これは、消費税とか物品税非常に高い国です。で、この国に同じものを同じように送るとですね、下手したら罰則的関税がかかってきます。罰金取られた人もいるし、呼び出されて確か、裁判を受けた方もいます。ヨーロッパの場合はですね、もう正直に売った値段を書いてください。で、この HS コードとか、原産国も調べて、これ全部埋めてください。全部埋めて商用できちんと書かないと、非常にまずい事態になることもあります。まあ、まずい事態になる以前にね、まあ、いらないとかいうことはよくありますんで、例えばね、売り値が100ドルなのにこの1ドルって書いて送ったとしますね。で、悪くすると100ドルなのかって言うと、そうじゃなくて1ドルって嘘を書いたことによって、罰則的、要は税金が課せられたりしますんで、安く書いときゃいいやってことではないです。逆にまずいです。で、高く書くと、関税が内緒に 25% なんでね、4万円のもの売ったら基本的に1万円相手が関税払うと思ってください。そんなわけで、受け取る拒否っていうのも割と多いです。ですんでね、ヨーロッパ送るときは、その辺をよく考えて、送るときはよく考えてというかですね、ヨーロッパに送っても、関税が高くても受け取る商品かどうかを考えてネタ選びをした方がいいです。まあ、ちょっとね、アメリカよりヨーロッパの方が差額がある商品見つかるってんで、ヨーロッパ興味持ってる人多いですけど、まあ私はあんまりおすすめできないですね。ヨーロッパで儲けるには、それはライバルは少ないかもしれないですけど、より目利き力は必要です。その理由はね、その税金払っても、大丈夫かどうかってことと、まあ、なんでヨーロッパが競争少ないかっていうと、そういうトラブルが多いんで、あんまり本格的にやる人は、ヨーロッパは、まあ相手にしてないと言っちゃ言い過ぎでしょうけど、あまり取り組んでないですね。それだったら私は、もうちょっと、発展途上のアジアの方が全然面白いし、稼ぎやすいと思いますんで、今回のこの注文もタイからです。タイのバンコクからですね。ですんで、ちょっと話が逸れちゃいましたけど、EMS のこの備考欄の書き方は、行き先の国と物によって書き方と注意点が違うってことを覚えておいてください。で、実際迷ったらね、気軽に相談してください。こういうので、つまんないトラブルに引っかからないためにね、アドバイスするのが、私のコンサルを受ける、一番のメリットだと思いますんで、こういう質問は大歓迎です。どんどんしてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。